FC 背番号15矢部雄二選手に代わりまして、背番号13番大竹龍人選手が入ります。選手の交代を知らせいたします。藤枝丸七、背番号29番渡辺亮子選手に代わりまして、背番号28番遠藤純喜選手が入りました。藤枝丸七、背番号19番大地亮介選手に代わりまして、背番号9番谷口健三選手が入りました。ご覧のように藤枝丸FC対ガイナーレ鳥取の試合は前半0対0、後半0対0、トータル0対0で引き分けとなりました。両チームの選手に皆様大きな拍手をお願いいたします。